YouTube アイムです。アークサバイバルエボルブで続きやっていきたいなと思います。前回なんですけど、このブリンブリンかブリンデルンをテーマして、あとパキリノサウルスと、あと後ろにね肥料小屋作ったんですけれども、今回はですね雪山にですね引っ越したいなと思います。なんかねアイムね動画めちゃくちゃガゼよ、なんだ大事なとこ、めっちゃねアイムの動画暗いよみたいなねことを言われて、でいいことを教えていただいたんですよ。だからねそれを皆さんにねちょっと今シェアハピをねしていこうかなと思います。オプションを開いて、でこのキー設定ですね、キーの割り当てを見たら、右側にですね、右下にガンマをいじるモードがあるんですけれども、このガンマ値の1の部分はこれデフォルトなんですよ。でん、はい、これぐらいがちょうどいいですね。見ちゃや見ちゃや、明るくなったでしょ。で、アイム今回雪山に引っ越すんですけれども、せっせと自分の髪の毛これ集めてたじゃないですか。でも、テームした恐竜さんたちを雪山に連れてって、バンバンバンみたいな感じで皮を、皮じゃない、毛皮を剥ぎ取って、その洋服作ってもうそこから雪山拠点スタートしちゃいますみたいな感じでやっていこうかなと思います。なぜそれを思いつかなかったんだっていうやつですね。悲しみということで、せっかくさうんぴっぴ部屋作ったのにさ、あんな広い使わんのかいてやんね。で雪山に行くまでにですね、ちょっとやりたいことがいくつかありまして、肉が結構腐ったのが取れるっていう。で、ね、火薬結構アイム前回めちゃくちゃこうやって作ってたんですよね。で、こうやって火薬たちを作りつつ、生肉をですね、どんどんね、作っていく。生肉じゃない、この腐った肉で麻酔を作りつつ、ですね、ここに入れつつ、これね、ジャーって入れちゃいます。ジャーって。ジャーって入れて、で、プラス、覚えなきゃいけないのが毛皮って調べて、これですね、毛皮のものたち、これを、取っていきます。そんでそんでそんでやん。まあ皮は多分ねブーツぐらいしか作れないんですよ。ほら、まあ、ブーツだけでも作っておきましょう。で、あとは武器、弾薬でとりあえずこれ作って、これ受け取って、ちょっと待って、いろいろ修理してね行きたいですね。よいしょよいしょ、これはいった。まあいろいろ修理していこう。いろいろ修理してって、弾作ってみた。で持っていくものがですね、ちょっと向こうでいろいろもう作業しちゃいたいので、作業台、あ、作れる。作業台一つ作って、もう鉄、これ。ま、鉄さ、586でもっと欲しいな。待ってね。まあ、行く頃には多分焼き上がっては多分いると思うんですけれども。足りないなこれ。木切れない。あ、びっくりや。でも木この辺にあるからこれ取っていっちゃえばね。いいか。もういっぱい切れて。はい。で、もう多分作業台はできてると思うので、作業台にある鉄これ持ってっちゃう。で、こうして、いいですね。で、武器で。弾薬で、いいじゃん。変装、変装。あ、待って。これ、ちゃんと、こうでしょ？いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。で、ナルコベリー、これね。よし。ああ、はあ、はあ、大量、大量。これな、干し肉、霜降り、せっかく作ったのにね。これも持ってこうか。向こう家できたら、持ってこうかな。これこのまま持ってこうかな、もうね。このままもったいないから持ってこう
行く、もうちょっと出発する、あ、待って、疲労でこうしてもう引っ越しちゃうので、なるほど、キングダムに、もったいない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 、で、キングダム、パッキンガムで行こうと思ってるんですけど、重量上げないときついで、あ、できてますね、これと、あとライフル持っていきます。こんなもんかな、もう行くとしたら。アイム、もう忘れ物ないよね。鉄持ったし、麻酔も持ったし、忘れてるものはないな。だって木とか切ればいいし、とりあえず、あ、やめてほしい。よし、いいぞ。ありがとうございます。よし、私のクモちゃんが攻撃を受けていた。よし、この辺りに多分来ればね、いいと思う。どこに行こうかな。テレポーテーション、多分テレポート、アークティックってところが雪山だったと思うんですよ。 N に行きたいと思います。アイムの勘、今決めた。座標固定完了。アイムは N に、いつでもテレポートできます。すごい顔の影、怖い。もうたまにね、なんか多分用があるときボグに戻ってくるんですけれども、今はいいかな。ボグはちょっと暗いもんだって。なんかね、座標を確認。水があるところがいいんですよ。テレポート成功です。で、これ何、あ、水あるじゃん、ここ、ここにしよう。ここに住みましょうか。ねえ、いいですね。ここにしようっと。なんか高レベルのマンモスとかいないんですかね。130、いいじゃん。140とかがいいけどね。130しかいないじゃん、ここ。ちょっと待って、寒い寒い。どうしようどうしよう。川が欲しいんです、私。いいじゃん、羊もいて、水もあって。で、しかも、平らだし、釣りもできるスポットみたいな感じらしいですね。いいじゃん、ここにしまーす。決めた。もうここにする。あ、145だ。145は置いとかないとダメですね。25、これはいらない。このサウルスは高レベルの、なんか、あ、ゴリラいるじゃん。ゴリラ、ゴリラもいる。かわいい。よいしょよいしょ。泡しか取れないのか。そうなんだ。じゃあちょっと待ってくださいね。私のキャラクター急いで。さあ、145いるじゃん、テリジの。この辺りにね、バキちゃん置いておこうかなと思います。で、早速ですよ。早速台を作りたいんですけど、藁が20個いるんですけど、パキちゃん持ってますか？ありがとうございます。木のね、台をちょっと作って。145とか140ぐらいのじゃないとテイムしたくないんだよな。あった、これ置いて、これ置いて、だから適当にね、今はまあ置く感じなんですけれども、で、こう置いて、私の私物たちを入れてきまーす。こういう感じで。ほんで、毛皮。皮と繊維がいる。皮と、繊維ちょっと取ったよ。あ、待って。危ねえ。あと、何？足。あ、あ、今ブーツ履いてなかったんですね。なんだあれ。下半身。
寒いな。下半身寒いだよ。繊維取りたいな。どいてください。すいません。で、アイムはあそこにいたね。なんか145のマンモスじゃなくてね、チェリジノをね、あれしていこうかなって思うんですけど、チェリムしようかなって。チェリジノって何食べるんですかね。さ、さて、出川ズボン、最後のズボン、いいじゃん。いや、便利便利便利。よし、いいよ、これあったかいよ。じゃあ、アイムはですね、待って、いらないのちょっとこの中にさ、入れて。ベッドゥーも作りたいんですけど、ベッドゥーは、ベッドゥー作るか。川ですよね。ベッドゥー、川必要ですよね。ベッドゥー、S プラスのベッドゥー作りたいんですけど、ベッドゥー、どこベッドゥー、あ、出ちゃった。ベッドゥー。あ、繊維が足りない。できた。あ、できた、できた。こうやって、こうやってさ、いらないのちょっと入れて、で、ベッドゥーを設置したいんですけど。こんな感じ。いい、できた。家できたよ、家。できた。1×1。で、ですね、この辺に、うわぁ、いっぱい欲しいのいるんですけど、どうしたらいいですか？うんこいっぱい落ちてるしさ。すごい、ゴリラもいい、いい、いい、いいよ、ゴリラも。ゴリラもいい、あそこにいっぱいウロウロしてる。100レベル、メス。欲しいな。とりあえずね、ちょっとあれを、あのテリジノ、オシャンティーなテリジノを、ちょっと眠らせていきたいなと思います。待って、待ってね。せい！よし！あ、やばい、早くない？テリジノ。早いような気がするよ、アイブ。いや、早くないですか？危ない危ない、早い早い。しかも、あ、いた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 。結構やばい。結構やばい。これ結構すごい早いよ。やばいやばいやばい。いって。見失っておりますね。で、私のこと見失っております。いいですね。やばいやばい。ここに、なに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 、なんか新しいの来てるし、うわわ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 わ、この辺いつ寝るんだろうね。エリジのあの足が速いからちょっと困りますね。いっけー、怖い。注意してください。いやー、ベッドゥー作っといてよかった。ねえ。ベッドゥー作っといてよかった、ほんと。もう取れるかな、アイテム。取らないといけないよね。こんなところで、飛ばされて、ここに私の死体があります。よし、ここからまたね、眠りにつかせたいんですけど、どこに行ったんですかね。あれかな、あれですね。ちょっと待って、アイム着てないじゃん、あれ。あれ、着てない、あれ、おかしいな。なんで着てないの？私の服、私の死体、ここだ。よかった、自分のやつに着せてどうすんの？ね、
て、早くしないとさ、テイジノが、テイジノが、あれ、本数値が回復しちゃうじゃん。どこ行った？最悪だ。あ、いた。あれ？これだ。待ってね。よし。やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。近い近い。痛い痛い痛い。痛い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 。びっくりびっくりびっくり。いいぞいいぞ。早いんだよ、ステージの。ほんと早い。痛い、裸になっちゃったよ。あぶらあぶら。あ、いい感じ。やったやった、来たー。私の時代が来ました。やっと私の時代が。これはどういう、もうそういうモードに入ったんですかね。眠たいモード来ましたか、これ。で、今来んの。やっとモード入ったのに帰ってくるやん。嘘やん。うわ、もう知能犯。いいよいいよ。いや、危ねえ危ねえ危ねえ。よしよしよし。またどうせ帰ってくんねやろ。えんで。またどうせ帰ってくんねやろ。帰ってこんのかいけ。そうやん、待って。あ、帰ってくるやん。めっちゃ帰ってくるやん。そうやん、知能犯。非常に遊ばれてるやん。え、またそれやるん。もう騙されへんからな。もう騙されへん。ほら、帰ってくる。出んねや。いいじゃん。寒いからさ、アイムのキャラクターがきつい。ってなってるわ。あかん。いいよ。帰ってくるやろ。これぐらいで寝るんですかね。なかなか寝ないですね。あ？なんか寝そうな感じのあれですかね。どうなんですかね。急になんか動きが変。どれぐらいだろう。すごいですね。全然寝んやん。よ、寝て。早く寝て。もう寝ていいよ。まだ寝んの。ピックアップマイクープみたいな感じになってる。食べんの。肉？肉食なん、ね、食べて。わからんから、ナルコベリーでも持ってこようか。
メジョベリーやった。ついでの、ちょっと待ってくださいね。私、装備壊れたんです。手側は足りんやつやんかも。いいけど、靴だけ履くわ、今。肉じゃないのかな、メジョベリーなのかな。あ、メジョっぽいですね。あ、99% ですね。もうすぐでテーマ終わる。まあ、だっけなぁ。なかったなぁ。多分ね、2時間ぐらいかかりましたね。やっぱキブルは作った方がいいな。でもキブル作ったところでさ、卵ないしな。ねえ、悲しみや。あ、テリジノが出ました。なんかオスだったんですよね、メスかと思った。もうオスしかいないうちのなんか生物。何しような。何しようなってなんだ。テリジンコ。テリ焼きにしようーっと。オッケー。でもうね、サドルは作ってあるんですよ。こんな感じで。よいしょ。なので、もう乗れちゃうんですね。あー、はまってたんですね、ここに。よしよしよし。いけたいけた。いいじゃん、いいじゃん、いいよいいよ。なんかちょっと手入れでちょっと邪魔なんで。いいですね、肉も取れるんだ。いいじゃん、いいじゃん。いいですよ。あそこにね、アイムの死体がね、ずっとあって邪魔なので、あれも取っちゃいましょう。なんか葉っぱも飛べるってことでしょ。草食で、草食違う、草食って言うんだよ。草食で、ね。肉も取れる。最高ですね。あ、これもレベル低いので、もうやっちゃいましょう。オッケーオッケー。いいですね。ここにうちのね、恐竜さんがいるのに、新しいテリちゃんがやってきましたよーって。体力結構上げときましょう。攻撃力も上げて。で、なんですけれども、木とかどうなの？あー、木材も取れるの？え、万能すぎるだろ。万能すぎる。おーおー、喜んでおる。すごい今血だらけなんですけど。やっとね、パッキンガムは、HP が半分いきましたね。よし。中立に設定しましょう。ですね。中立。はい、いい感じ。はい、ということでですね、今回はキリがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。じゃ、また見てね。バイバーイ。